来た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 、やばいやばいやばい。こんにちは、ゲームエイトのケイダです。そしてこんにちは、アボです。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はドラゴンボールレジェンズ新作、新作ですね。これがまあ Android で先に配信されてたんですけど、 iPhone でも iOS でも配信されたということで、まずどんなゲームなのかっていうのを説明した後に、はいはいはい、ガチャ30連引いていこうと思います。で、まあ、アーボーが結構その Android の方で攻略をしていました。そうですね、僕が一応ウィキの攻略をやってます、うん、だから多分僕よりも何十倍も知識あるんで、ちょっと教えてもらいながら、皆さんにも教えながらやっていこうと思います。じゃあまず、まあ、どんなゲームなのかっていうのを説明したいんで、まずここで、まあ、5スクミの関係の属性がありますよと。で、まあ、黄色、紫、赤が敵の属性になってまして、下は自分の編成しているキャラなんですけど、まあ本当はこの出てくる雑魚の属性に有利な属性を各1体ずつ編成するっていうのが、うん、まあ本気で戦うときは理想です、はい、育成とかになってくると1体強いキャラ入れて、うん、残り2体は育成用とかっていうような方法もあるんですけど、まあ多分今戦闘力が相手6万9千で、うん、ケイドラ7万5千なんで、はいはい、多分本気でいかないと負けると。なるほどね。でまあケイドラはちょっとレア度が高いのが今選んでる3体なんで、うん、基本多分これでやってると思うんですけど、はいはい、出撃したキャラの方が経験値は多くもらえるので、うんうんうん、レベルにやっぱ差はついてますね、はいはいはい、というわけでいってみましょう、はい。まあ、有利属性で戦いってことだよね。そういうこと、うん、で、有利属性、不利属性は上にずっとあれ出てきてくれてるんで、ね、マークピンピンってあれを見て、はい、これいけばいいって言ってみましょう。覚える必要もない、操作ですねこれで、画面のスライドで横を押すと、横に移動するのか。で、下やったりすると、ちょっと待って、こいつ攻撃しすぎやろまあ、あえて記録あるか、うん。で、下にカードを使うと、下のカードをタップすると発動します。攻撃してくる。で、たまにカードにこう、今一番右のやつドラゴンボールが上についてるんですけど、このドラゴンボールを押すと横のドラゴンボールにチャージされていきます。いっぱいついてるね基本めっちゃついてる。1回目の発動は多分めっちゃしやすくなってると思う。ああ、なるほどね。入れ入れ入れ。で、これを7つ集めるともう究極奥義って言って、はいはいはい、一番火力が出る技が全員の協力技で全員が生存する。これ強いよね、これ50のやつ。これはキャラック強キャラ、あ、音だ。まあ、基本的な操作はあんな感じで、うんうん、結構なんか多分スマホゲームめっちゃやってる人やったらちょっとぐらい多分触ったことあるような操作感です。じゃあ次本気で挑んでみようか。で、まあ基本的にはやっぱりあれやんね、ドラゴンボールいっぱい集めまくったいってことだよ序盤は、うん、序盤は。で、例えばこの相手やったらベジータが強いからベジータに当てる、うん、はい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 、一番強いやつに、一番強いやつに決まる、ライジングラッシュが決まると、はい、ここにいっぱいもあるんで、まあ、基本的にはドラゴンボール最初ベースとしながら、で敵の HP を気力貯めて削っていく。やばい、ちょっとやりすぎこいつ、危ない、ちょっと待って、うるさいうるさいうるさい、これ連続で押すとコンボみたいな。おい、ナッパできてあ、ナッパは今パンが属性相性いいから、はいはい、パンに変えてある、はいはい、スキル発動した。アビリティか、アイテムめっちゃ上がってる。上に HP のところに上昇マークがついてる、うん、気力アップとかいろいろついてる。なるほどね。でもパンじゃない、倒そう。基本的に属性相性上がってたら与えるダメージ 1.5 倍になるんで、あ、だいぶ上がるね。めちゃ変わる。ここベジータ確か 1.5 倍ってやつで、これもうベジータで倒しちゃって、はいはい、で次ライジングラッシュ。あ、多分じゃあケイドラが見たことないスキルをやろうかな。あ、打っちゃった。え？いや。これは自分が選んだカードと相手の選んだカードが同じだった場合不成立になります。はいはいはい、ただこれは相手は記録カードを選んでたんで攻撃が成立したんですけど、うん、ちなみにここで不成立になると相手のターンが始まる。あ、そうなの。相手が回避して。バーンって蹴ってくる。あ、そうなんや。で、ピョーンって飛んでいってこっち無防備になる。あ、そうなんや。だから対人戦やったら、はいはいはい、相手が事前に何のアーツカードを使ってて何を持ってない可能性が高いかっていうのを把握した上で選んであげると、はいはいはい、ちょっとやりたかったのでやってよ。で、まあここノーダメージクリアが俺マジで苦戦した。あ、そんなんあるんか。そうミッションやっていくと王子の対応強そう、射撃上げてるからね、はいはいはい、スキルでギャリック砲これ、ここやで使おうかな。これですね、
これがオラの番だって悟空専用のアビリティなんですけど、悟空しか持ってない究極アーツカード、何これっていうのを、これがやりたかった。これがマジでかっこいい、火力がやばい。これが20で使えるんです、アーツコスト。あ、そうなんや。だ、普通のスキルと一緒に、一緒のコストで使えるんで、なんかカード変わったってこと、限定のカードを持ってるキャラがいて、例えば、今のがメインアビリティっていうもので、さキャラのアイコンを押すと発動するのがメインアビリティっていうんですけど、ここに載ってますね。このオラの番だっていうのが、この究極アーツカード、超流撃剣を次に確定でドローします。すげえ。で、25カウント経過後なんで、序盤は使えないんですけど、この、究極アーツカードが何がいいかっていうと、まあ確定で持ってこれるっていう点と、あとやっぱり個人的に推してるのは、あのライジングラッシュが終わった後の火力不足を補える。はい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 。じゃあまあ、そこらでガチャ引いていきますか。そうですね。まあここでじゃあリセマラの話とか、はいはいはい。今星5っていうかスパーキングリアリティか、まあ、一番最高リアリティ、一番最高リアリティスパーキングっていうのがここに載ってる5体ですね、全5種類しかないと。5種類で 5% 排出で、 5% ってことは確率としてどうや、他のゲームに比べると高いのか。モンストやったら超重で 12% とかよ。あ、めっちゃ高いな。最高ですね。まあ、あ、12% もあんねや。まあ全キャラ 1% ずつで、はいはいはい、特にキャラによって確率の差はないと、ということで、リセマラをするべきキャラ、はいはいはい、一応ゲームエイトのサイトにも評価は載ってるんですけど、ベジータとピッコロが一番求めた方がいいキャラで、まあ、ベジータとピッコロに1位2位をつけるなら個人的にはピッコロが1位、でベジータが2位です、ピッコロが強すぎる。そんな強いんや。攻撃されてる時に入れ替わると、まあこう代わりにいける。あ、はいはい、あれのダメージをピッコロは半減にしてくれる。へー。で、唯一味方のパーティー全員の HP を回復できる。へえ、あ、そうなんや。回復がもうめっちゃでかいから、25% から結構回復するし。はいはいはい。なんか悟空とベジータは買えるんやんね。そう、課金前提の人はピッコロ一択ですね。はい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 。3000円で出すのは一体ずつ。ベジータ両方。しかも600個なんで、被った時にすぐ幻突になるっていう点もめっちゃ良くて。あ、そうか、突の話もちょっとあれか。そうですね、このキャラって16体ぐらい同じキャラ引かれると最大突にならなくてやばいね、大概やばいので、あの、ただなんか全然欲しいにとかでも戦えるので、それ以上いくのはもうキャラ愛とか多分その次元の話になってくるんじゃないかなと思う、まあとりあえず僕ピッコロ持ってないんで狙っていこうかな。ピッコロとパイクは持ってない。そうやね、ベジータと悟空とパンちゃん持ってるんでやっていきましょう。なんか確定演出ってこれ絶対出るやつ、いやーなんかまだちょっとよく分かってなくて、分かってない。なんかフリーザ倒した時に連勝った時もあったし、あー、そうなの。背景が真っ赤でスーパーサイヤ人になった時も別に確定じゃなかったし、え、あ、そうなの。うん、なんか演出なのかなと思って。俺でも確かなんかベジータが乱入すると確定。あ、そうなんや。確か金髪になった時は出たよ。ほんまに。うん、で、あとなんか引っ張れん時に金文字だった。金文字？金文字多分確定や。あ、そうなの。赤文字が多分 EX。 あ、赤文字。ガチャがかっこいいんですよ、マジで。いや、かっこいいな。ガチャの演出これ総裁したらなんかまずいよな、ちょっと倒してほしいよな。そう、倒したら強い。あ、ラディッツはめっちゃ強い。サイヤ人特攻ヤムちゃん。ヤムちゃんも育てればいいね。あ、そうなの。ヤムちゃんミッションでラディッツ見せてるやん。必殺技使えみたいなのがあ、ザーボンさん、ドドリアさん。ラディッツめっちゃ出るやん。まあピッコロ引きたいね。あ、これはまあ、あ、でもラディッツ星が、ラディッツ2体出たね。これが限界突破ですね。同じキャラを被るとセルト力が結構上がります、はい。最初はもうね、こういうヒーロークラス一番下のリアリティがめっちゃ上がるんですけど、これが結果突破です。星が上がった時です。これが最大値アップ、アビリティが強化する。3になったんや。
星が上がっていく。はいはい。じゃあ20連目いきます。ちょっとお願いしよう。俺出へんって話頼みます。よし、ピッコロ。じゃあベジータ乱入見たことないから見たいな。俺もない、ちなみに。あ、そうなんだ。うん、多分なんか動画で見た。 YouTube、Twitter かなんかの、うん、これが確定かみたいな感じで、はいはいはい、知り合いが上げてて。金髪かも、金髪。どう、赤い。え、あ、廃墟か。これ、編集する。おお、熱いんじゃないしかも、今確かドラ、なんか上から弾が5個ぐらい来てたから。なんか、やめ。これ多分倒すよ、多分倒すよ、これ。倒してくれたらもう熱いんだ。ほら、おいて、出てて。倒した。キエーイ倒した、倒した。あ、来たんじゃない、これこそ。結構、多分、これでも出んかったから、この前。マジで。あんまり、なんか上から降ってくると、あれなんですよ、ボールが。今んとこ、あかんねん。そう、上から降ってきたら、スパーキングかって。いや、あかんあかんあかん、やばいやばい。これは星、これは EX、うん、エクストリー。ほんまにそうじゃない。お、来た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 、ピコ。悟空。まあでも、トツ、トツかな。確定でしたね、今。確定なのかな、わからんけど、とりあえず出ましたね。いや、よかったよかった、ありがとうえ、でもこれもしかして、うん、上がるよな。分かった分かった、星3だった。で、パック買えば星を。パック買ったよ。あ、もう買った。うん。あ、そうなんや。パックでゲットした。まあそれは賢いな、うん。いや、ピッコロ出さへんの結構ケチやな。マジか。欲しかったな。ピッコロはそんなにいいのか。お、ピッコロ違うか。違うピッコロやな違うピッコロか。これネイルと合体してればやな。あー、そうなんや。じゃあそっちの方が強いんじゃないの、ネイルとか。確かに、普通の強そう。あ、山ちゃんも。はい。あと10年か。あれが動くんですね。まあ、唯一スーパーサイズになってる、今現状だと。かっけえ。星さん、俺と一緒や。俺も悟空、星さん。じゃあラスト。そう、この悟空って、今軽ドラ Z レベル11なんですけど、うん、20になったらもらえます。買わなくても。あ、そうなんや。ただ、ソウルが100の状態で手に入るので、はいはい、2体目引いても、2体目引いたら煙突は1はできるのかな。ただ、ガチャで引いた方が得です。赤赤赤。お、赤い。え？あ、でも何も振ってない。あ、しかも最初ならへん。これどうなの？このパターン見たことない。金、金来い、金。金文字来い。なんかオラの全力だったな。ここで金に変わるとかない？ないか。これがゴジータならへん。ゴジータはやばい。なんか、負けるんじゃん。ああ、総裁した。じゃあ普通やな。え、でもなんなの赤背景。うん。紫、エクストリーム確定じゃない？2、3、4、5、6。タオパイパイ。タオパイパイはちょっと俺期待してる。8、9、ラスト。やっぱそうか。エクストリーム確定っぽいね。赤やったら。餃子限界突破タオパイパイラスト1連だけいっか。よし、カモン。スパーキング確定ガチャ引いた。何それ。あ、まだやってない。そんなんあんの。ある、もらえる。あ、そうなんや。金どれぐらいもらえるかな。俺も引こうかな。じゃあそれ一緒に単発1回でこうやかな。金めっちゃ普通や。いや、これは。まあ単発やしな。何もない。その際した。何もなかった。しょぼ。ミッション、イベントっていうところで、この PVP で3回勝利しよう。一番上にある。あ、これ？これで。こうやったら誰が全部。スパーキング確定。誰とスパーキングって。ピッコロパン。え、マジで？ちょっと今からやっていきます。俺もやる。俺も3回やるだろ。473ってやばいよ差がありすぎてやばい。よし、行くぜ。お、結構いけるいけるいける。ピッコロ硬ってか HP などんだけやねん。15かかってこいや。おらおらおら、魔王避けられた。おらい行くぜ。バイクが出てくんな。おらおらおいいよ。何やってんすか。おら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 全然食らわへんもん。やばいやばい。いや、ちょっと待って、ストップ、ストップ、痛いね。ストップ、ストップ、くそが。チート、チート、チート。おらえ
おい、大っ嫌いよ。痛い痛い。かわいそうやって。属性有利、来た。これ勝てる。ちょっと、やばい、まあ、こんな感じで PVP は。ふざけんなよ。格差ありすぎやろ。格差ありすぎこれ。これか。それだ。やってまいりました。これはさっきケイドラが当てた悟空含め、ベジータ含め、ピッコロ含め。いやーここでピッコロ出したいな。5分1。5分1。いや5分1は 25% やろ。 25% じゃあ 20% やわ。 20% か。そうやな。でピッコロが当たります。いきます。じゃあで持ってひん、まあ、バイクーハンでもいいけど、やっぱいやピッコロだよね。全然バイクピッコロピッコロピッコロ一択で。もうピッコロ一択。演出見える。これが確定ですかもしれん。あ、ほんまや。多分背景赤、うん、でめっちゃ降ってる、はいはい、これが多分勝って金で最悪金じゃない。7辺マジでした。まあでもあれじゃない、ここは引っ張るとこ金じゃない。じゃあそういうことかな。うん赤や赤や。まあでも絶対出るんで。ベジータベジータ来へんかな。じゃあえ、お来た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 。やばいやばいやばい。ファイヤーフラッシュ、しかもサイヤ人になってんやん。え、やばー、ついにかっこいい、初めて見た。やべ、何をしているカカロット。キューベジータ、ファイナル進化しよう。テンションピッコロ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 。おーさついこれは神引きだ。これはよっしゃ、これは神引きだ。ビッコロベジータも見れたし、やばこれは熱いな。これはやばい、だいぶ熱ガチャ。ピッコ、いやこのガチャいいね。しかも確定やもんな。絶対出るから。いや PVP やれば絶対もらえる。あざっす。いいね、ピッコロゲットした。ああよかった。まあ、ピッコロとベジータ持ってれば、うん、今なんとかなる。多分大丈夫、うん、悟空もらえるし。はいはいはい。でパンはちょっと火力が低いっていうので、うん、あれで。パイクーハンは打撃キャラやのに射撃性能を上げる謎の性能もあるから。そうだ。まあ一応両方戦えるっていう面では優秀ないけど、はいはいはい、このゲーム割とどっちかに尖ってる方が強かったりはするから、うん、うん、ちょっとまあよくわからない。じゃあ次アボ行くか。アボ編狙いは苦手の極意とジレン。出ません。あれジレン出へん。出ません。ジレン、スーパーサイヤ人ブルーじゃない。ブルー欲しいね。ブルー欲しいな。ブルー来たらこのゲーム神ゲ。ベジットベジットベジットとか来たら。まあでもそのうち出るっしょ絶対。出そう。そんなすぐじゃないと思うけど。出たらマジでやばい、うん。まあ僕の手持ち今こんな感じ。やばすぎやろ。まあちょっと育ってないので。チャールズとか俺星5やから。そんだけ被ってんねん。まあ言って、俺あとパイクーハンだけってことか。そういうことやな。1点目はきつい。まあね、そうやマジできつい。これパンが当たらなくて、パンだけやっぱレベル低いんですけど、はい、今ちょっと急ピッチで育成してるんですけど、はいはいはい、まあ今回の狙いは俺はベジータか。ベジッツ、はい、やっぱショップで買えるっていうのとガチで引くので1200キロあのエネルギー貯めれるんで、うん、まあ星5の幻突にはできるかなっていうところで、うん、星5がマックス。いや、7。7ないや、うん、ピッコロが今星5で、4体かな。はいはいはい。1体で月600で2400溜まってるから、うん、だからこっから5000までいるから1体引いたところで、うん、あ、そっかそっかそっか。いらん。だから中途半端に1体引くぐらいやったら3を4にした方が、はいはいはい、Z アビリティが強化されるので、うん、こいつは特に攻撃力を上げるから射撃ね。24%にしたい、はい、ぜひ、はいはい、射撃を24%にしたいということで行きましょう。行きましょう。超チケットガチャベジータ頼む。いやここで俺がベジータを引いたらお互いハッピー。そやね。パイクーハンでもいいかな、うん、まだ一体も被ってないから。お願いします。お願いします。さあ今回の確定演出は多分ベジータ来るんじゃないかな。ベジータぐらいだと思うで。確定ロードは多分あ違う、緑背景。これ多分サイヤ人っぽい。あ、サイヤ人なんだ。で、これで倒すんかな。じゃあそういうことかな、うん、金赤やな。お願いします。
俺の勝ちだ、はぁー、倒したね、倒した。逆にこっちの方が熱いんかな。かかってくるがいい。あまあまあまあ、いいやん、バイクーハンまあまあまあ、ありがたいっす、暴れまくりやまあ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 、剣突、剣突したんで、やたらかっこいいな、こいつ防御力上がるからな。じゃあさ、体力だ、はい、体力の人も色属性統一やからあんまとつるメリットがないんだよ ね、今のところ。ガチ勢っぽい会話ですね。やっぱ攻撃力を上げるキャラとかを強化した方がいい、うんうん、まあ、はい、そんな感じかな。まあ現状5体しかいないんで、まあ割と多分リセマラとかはすぐ終わるから、悟空とベジータは変えるし、まあピッコロガチでやりたい方はピッコロ狙いってことだよね。そうかな、うん、今んとこ、うん、まあピッコロかベジータ、ベジータでも全然強いっす、うんうん、はい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 、だそうです。はい、じゃあまあ今後ちょっと2人で遊んでいこうかなと思うんで、まあぜひドラゴンボール好きな人はぜひぜひダウンロードして遊んでみてください、まあ、結構楽しいね。結構面白い、なんかちょっと新しい感じの、うん、なんかあれ、あ、でもそうですね、あれじゃない、ドラゴンボールなんていうんだっけ、ゼノバースとかさ、ドラゴンボール、あー確かに、確かに、だから PS4 とかであるやんか、ああいう殴ってバーンやるやつ、ああいう系好きな人やったら絶対好き、絶対好きになると思う。俺もやったことあるし PS3 とかで、まあ、今後いろんな動画出していくかまだ検討中ですけども、はい、まあどんどん流行っていくのであればガチ勢向きのね考察とか育成方法とかね、やっていこうと思います。話したいこといっぱいあるんで、まあなんかあったらアボにリポ送ってもらったら聞いてください、はい、と思います。じゃあ終わりかな、はい、うん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録とツイッターのフォローとインスタのフォローお持ちしてます。お願いします。それではバイバイ。